総理大臣経験者の国葬について実施を決めた時と終了後に国会へ報告することが適当だとの認識を松野官房長官が示しました。去年9月の安倍元総理の国葬について世論の賛否が分かれたことを受け、政府は有識者らから意見を聞き論点整理にまとめて12月に公表しています。今後内閣総理大臣経験者の国葬儀として取り行うことを決定した場合には国会に対して説明する。国葬儀終了後その概要について国会に報告することが適当であると。松野長官は国葬を今後検討する場合、去年の論点整理などを踏まえ時の内閣で責任を持って判断していくものと考えていると述べました。今週土曜日で安倍元総理が亡くなってから1年になります。